名パイロットを乗せ、本家ガンダムより改修されまくった機体、ガンダムマーク2。こんなにかっこよかったっけ、マーク2。アムロカラーか、かっこいいな。サンライズ英雄ターンをよろしく。角を白くしたいような、これはこれで味があるような。なんで頭部バルカンが外付けになったんだ。後付け設定では頭部にムーバブルフレームの制御コンピュータを搭載したので、スペースが足りなくなって外部オプションになった。これ一個で泥臭感出るし、外すとヒロイックになるし、味変みたいで好き。白っこいわくガンダムのマイナーチェンジモデル、なおエウーゴ VS ティターンズだと当時の設定が採用されてる模様。最初期に投入されたのにスーパーガンダムといい、合体メカで第一線張れるのは割とすごい。生まれた瞬間に旧式とか今さらあんなものみたいな罵声を浴びた割に頑張るやつ。マイチェンの方が最新兵器より現場には受けがいい的な。いろいろ言われるけど悪くない機体だと思う。出来がいいのに拡張性も高いし。見た目だけのダメダメちゃん。露覚して回収したよちゃん。ムーバブルフレームの外なった。実はすごく優秀な子。ネオジオン相手にエルもマーク2もほんと頑張ったよ。グレミーはバカにしていたけど、数年後に出てくるジェガンより優秀なんだから、あの時代でもバカにされるようなスペックじゃないんだよ。ガンダムの割に張ってことなのかもしれないけど、ゼータですら息切れしてる時期に素人乗っけて全損することなく終戦迎えてるの地味にすごいな。あいつら冷静に考えると全員相当強い。モンドですら目立たないけど、最も人間ができているし、やってと言われたことは何でもできる。いいの、このキットはイケメン。ディフェンサーモード B もかっこよかったよね。ヒューン、ガンダリウム合金使ったカスタム機とか出てもいいのよ。いかにもヤザンが乗りそうな配色は良い。イラストはちょっと痩せすぎだが、何かギレンの野望で出てきたプロトタイプマーク2みたいだ。ビルド版も好き。この頃はビルド機も MG 化しててよかったな。今でもめちゃくちゃかっこいいし、なんなら最新のとも引けを取らない新しさ感じられてすごいな。装甲素材が旧型なこと以外完成、当時間違いなくハイエンド機、しかも完璧なフレームよ。まだまだやれますよ自分は。その後略譜面でサプレッサーに乗り換えられたんだけどね。空予備パーツの在庫から考えても、実家に転がってるシルババレトのが良いわな。かっこいいデザイン、黒も白も良い配色、初期評価の低さと実際の活躍の違いから来る考察の楽しさ、マーク2について語るのは本当楽しいね。カミーユが派手に扱ってくれたから、ガンダム神話は確固たるものになったね。オールドタイプでも扱えるのがマーク2だから。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。